最近毎日ママに甘えるちょちょひゃダメだこりゃ寝ておられるこのポーズ何なのかわいいチロちょひゃ腹がキュルーと言ってるねちょひゃちょひゃおやすみじゃじゃんというわけで実は3名ほどここにも寝ておられて最近いつもこの時間はまるちゃんここなんだよね実はねよく寝とる寝室も暖房つけてるんで最近夕方からパパが寒くならないよ加湿器もつけるけどねだからこの部屋があったかいからここにいる以下同文でマピちゃんマピちゃん起きなくてもいいよマピちゃん申し訳ねえべあごめん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 今のあくびしようとしたしパパに撫でられようともしたしモピちゃんここ好きだもんね割とこのキャットタワー捨てれんかもしれん暖房に当たる場所ということでねかゆかったペロでもピシャで最近本当に定位置いつもと角度が違う今日多分毛布があるところで寝るハムちゃんハムちゃんそうこの時間あんまり動画撮れない理由がみんな寝てるんだよねごめんハムちゃん起こしちゃったかなごめんねハムちゃん寝とっていいその人来るとみんなの平和が脅かされるんだけどみんな平和に寝とるのに重い輸送されてきた重い乗車どこ置くのこれどうしよう娘の部屋のベッド置いてきたらみんなの平和を考えて暖房ついてんじゃんこの部屋も暖房ついてるのに涼しいね誰もここに来ないねボサボサいいじゃん長ちゃんここで寝ればいつも寝とるでしょおお相手待たないだあこっちママについてたんじゃないんだ悩んでるみんなおるね全員揃ったハムちゃんとこ行くかなあでもそこはチロの定位置でもあるのかハムちゃんちょっとずれよっかそしたらチョシャンがそうだねハムちゃんどうせパパもそこ寝たいしさもうちょっとしたらちょっといい動かしてうん動かしていいよ奥に持ってけたら一番いいよねそしたら著者も寝れるでしょうむしろ羽布団を境目にして反対側を持ってきてよかったのにハムちゃんハムちゃんこっちのさママサイドに置けばいいじゃんこっちもう嫌がりそうくねとったのにハムちゃんもあの娘のとこ行きたいかもしれないそうなの、うん、この時間がねハムちゃんこっちでもいいよ前ずっと俺と寝起こったのにここで今日
チョウさんが向こういないから。だそうです、チョウちゃん。そんなわけで、聴者が来たら、みんなどっか行っちゃったよ。じゃあどうするちょ。ね。